14年前の4月15日有明コロシアム初代 GHC 王座決定トーナメント開催、激闘の末三沢光晴が高山義弘を下し本日のベルトに魂を吹き込みました。あれから14年、栄えある初の GHC 戦を戦った男にとって現王者の振る舞いはもはや許せるものではありませんでした。 3.28 ここ後楽園ホールで鈴木軍と手を切りノアと共に戦う騎士を鮮明にした高山義弘、現在フリーランス、しかしあの日から気持ちはノア所属と明言した高山、緑の一員となって大歓声を背にベルト奪還へ今立ち上がります。挑戦者は高山義弘です。全ての始まりはここ後楽園ホールでした。10月10日ノアの年始め、試合後に軍団で乱入しノアの初夢を悪夢に変えた鈴木軍、あれから半年、ヘビー、タッグ、ジュニア、ジュニアタッグ、全てのベルトを手中に収め、なおノアを牛耳る鈴木軍、丸藤直道、マイワッハ谷口と鈴木みのる曰く生贄と呼ぶ挑戦者を退け迎えた3度目の防衛戦、すでに今日の先に杉浦を引っ張り出すことまで視野に入れる鈴木の目に高山の巨体は果たして見えているのでしょうか。これが高山最後のタイトルマッチ、精一杯応援してやってくれ、かつての盟友に引導を渡すと宣言した鈴木みのる、プロレス界に王は一人でいい、そう言い放ち決着のリングに向かいます。今姿を見せました第23代 GHC ヘビー級王者はまだ紛れもなくこの男です、鈴木みのる。かつてこの高山と組み第26代 IWGP タッグ王座を取ったその歴史も今は昔、本部的の前を通り過ぎる、ああその目の前にはこの歌を歌います中村あゆみさんも観戦に訪れています。風になれ、そのテーマを背に果たして3度目の防衛なるのか、ノアファンをにらみつけ平気し王様としての振る舞い、誰が帝王、俺が王様、それを見せつけるのはこの一戦の先に勝敗となって決着となって表します。今 GHC チャンピオン鈴木みのるがリングインです。中村あゆみさんの歌声を背に風になりました鈴木みのる、第23代王者3度目の防衛戦です。リング上では選手権宣言です。ああ高山の右手ですが、解説の佐久間さん、はい、緑の三沢さんのリストバンドつけてますね。そうですね、これやっぱりね、もうその思いを背負って戦うというね、意思表示ですよね。そうですね、三沢さんの作ったベルトを侮辱し続けてきた、今日の試合前に聞きましても開口一番、あいつは三沢さんをバカに過ぎている、それがこの挑戦の源だと話した高山の目の前でベルトを投げつけました鈴木。一方三沢さんの緑のリストバンドでそのベルトを触りました高山義弘です。まあ佐久間さん、はい、14年前と思えないぐらい鮮明な記憶にありますが、うん、あの決定トーナメント、そうですよね、三沢さんと戦った高山ですからね、はい、最初の GHC 戦になるわけですから ね、 ねあれが、はい、あの GHC 戦からこのベルトの歴史が始まりました。その高山の視線の先、14年前は緑の三沢さんがいました。迎えた今日、黒い鈴木みのるがいます。すべては三沢さんのために、ノアの一員として高山義弘、王はただ一人、鈴木みのるです。2001年4月15日有明コロシアム初代王者決定トーナメント、あれから14年、三沢高山が初の GHC 戦を戦いました。あれから数えること14年と3ヶ月、
あれから数えること111試合目の GHC ヘビー級選手権試合です。あの日眉間にシワを寄せた緑の三沢光晴がいました。今日このマットには舌を出す不敵に笑う鈴木実がいます。そこに相対するのは変わらぬ慶応の姿、高山義弘です。かつては組んで第46代 IWGP タッグ王者、しかしあの時の鈴木はもういない、そう話した高山、たまとを沸かす決裂のリング、ゴンが響きました。 GHC ヘビー級選手権試合です。さあ共に腕を高く構える、キックを打っていきます。 UWF インターデビュー高山、新日本から UWF で育った鈴木実。佐久間さん、このスタイルできましたね。そうですね、U スタイルの構え方ですよね。この2人は所属した時期という点では重なってはいないんですけれども、はい、ルーツはね同じところにありますよね。源流を同じところに持ちますこの2人です。そして年齢もわずかに2歳差、今年49歳に9月でなる高山、現47歳の鈴木実です。腕を手繰る、さあ今度は両者が指を絡めて力比べの体勢、ああ高山の上から押さえつけてきます。一転してプロレススタイルです。この2人は同じ有形のスタイルを源流に持ちながら、はい、まあ、総合格闘技をずっと続けた鈴木実、はい、一方プロレスで進んできた高山、はい、そしてまた全日本や新日本で近づいては交わらず、近づいては交わらず、そしてまた新日本や全日本で交わってと、はい、まあ、様々な歴史を織りなしてきましたよね。そうですね、まあ、本当にねお互いのことはまあお互い本当十分知りすぎてるぐらい知ってると思いますからね、はい、まあ、本当自分の武器をぶつけ合うような戦いになると思いますけどね。そうですね、両者のタイトルマッチは3度目です。シングルの対戦は4度目、ここまで高山の2勝1敗です。まあ、特に最も大きかったのは2009年の三冠戦でしょう、はい、5.30 全日本の愛知大会、そうです、ね、この時にはエベレストジャーマン22分59秒、高山が鈴木を下しています。まあ、当時はね同じグレンタイというユニットで2人戦っていましたから、そうですね、まあ、やっぱその精神状態的に言うとね、やっぱ仲間同士のこう競い合いというところからね、今度はもう完全に敵としての戦いの潰し合いになりますから ね、もうだいぶ気持ちは違うでしょうね。そうでしょうね。さあ左で取っていった鈴木実です。そしてリングに高山を這いつくばらせてヘッドロックの体勢は鈴木実です。まあ、高山を話していました、もうあいつは俺の知っている鈴木実ではない、別人だと。その鈴木を今どう感じているでしょうか。高山です、鈴木にとっては3度目の防衛戦、 3.15 有明コロシアムで丸藤を倒し、そしてそのリベンジマッチ横浜文化体育館で同じく丸藤を下し、そして先月 6.15 マイバッハ谷口の挑戦を大阪で退けました。その防衛後のリングに上がってエベレストジャーマンで、まあ、挑戦をアピールしたのが高山でしたね。はい、そうですね、これ、もう本当満を持してという感じですよね、高山としては。まあ、その挑戦の前には3月のここ後楽園ホールで、まあ、鈴木軍とノアの乱入に、まあ、乱闘に入りまして、はい、鈴木軍が味方だと思っていたところ、鈴木に向かっていった高山という姿。そうですね、まあ、やっぱり三沢さんの作った、ね、ノアを守るという、ね、意思ですよね。やっぱ旗揚げメンバーですからね高山。 そんな旗揚げ15周年という、ね、日にもう負けられない気持ち非常に強いと思いますよ。そうですね、アキレス腱固めの鈴木、アキレス腱を取り返した高山、グラウンドの攻防です。まあ、ノア2000年8月4日旗揚げ、そのメンバーの一人でした高山。まあ、翌年所属期間およそ7ヶ月で離脱をしたんですが、はい、まあ、ノアから離れたくて離脱ではなく、うん、高山が総合格闘技に挑戦したいという、はい、その個人の意思を尊重した三沢の粋な計らいがあっての円満離脱ですよね。やっぱあの辺りというのを、ね、もう高山は非常に感謝していてね、自分の戦いをやらせてくれる懐の深さですよね、はい、もうやっぱああいう恩義を感じてね、こう今もね戦いの舞台箱舟に、ね、求めているわけですからね。そうですね、
あの日三沢さんは真の恩人になったと話していた高山シードです。まあ、何せ対談をするのに2人がスーツで会見をしたという、はい、まあ、なかなか考えられないシーンがありましたよ ね、 なおかつね、こうプライドのリング当時総合格闘技のリングで戦って戻ってくる場所ね、ここノアのリングがあるというね、そういうのもね高山にとってはもう嬉しかったでしょうね。もう全く疎遠になるのではなくという形で迎えてくれたわけですからね、そうですね。あ、ここは素早く足を取っていった鈴木稔、再びここで足を固めにいきます。苦しい表情高山、あっと、まあ、パンチ取っていく、ね、ここはもうなりふり構わず、鈴木をパンチで反則ですけどね、髪つかんでのパンチということで、そうですね、ただなんとしてもここは逃れなければという高山の思いです。5分を経過しました。たまらず腕を離しました鈴木みのるです。まあ、あの日の三沢の粋な計らいがなければドンフライトの殴り合いもありませんでしたし、そうですね、 IWGP ヘビーも三冠ヘビーも高山にとってなかったと、そうですよね、本当にこう帝王への道を歩めたきっかけがね、三沢さんと戦うことであり、三沢さんがああいうことを許可してくれたことでありという、まさに本当に恩人ですよね。あーっと、太一が椅子、あー、しかし引いていないという高山、はい、全く引いていない、髪の毛を掴んでリングに引き上げている。しかしそれを鈴木はよく見ている。鈴木がここで体調を引き離した、そして腕を捉えて腕ひしぎをタランチュラ式に持っていった。ここでエルデスペラードに気を取られていたレプレイがようやく気がつきました。やはり佐久間さん、今日もこういう軍団での戦いと、これをね高山はやっぱりあまりセコンドを必要以上に気にしない方がいいと思うんですよね、そうですね。あ、そしてここも鉄柵を使って右腕を痛めつけていきます。高山にとってはエルボー打つまでジャーマンを投げる、うん、この右腕攻撃の標準としたか、しかし高山も返していきます。ハンマーを下ろしていく、まあ、そしてまた三沢さんのその懐の深さから、あ、そうですね、ここでエルデステラードも太一も来た、またも乱入してきます。試合を終えたばかりのベンジャミンこそいませんが、あ、ここでストマックにパンチを打っていく。レフェリーが見ていないところで反則攻撃、レフェリーはタイチとエルデスペラードにかかりっきりだ。さ あ、 ゴングですよ。タイチが椅子を持っている、ここでゴングで頭を打ちつけた、頭にゴング、さらにタイチは椅子を持っている。あ、まだレフェリー西田側エルデスペラードに気を取られています。あ、そしてノアの若手もなんとか引き離そうとしていますが、熊野や有馬、あ、足が捕まっている。あ、この間に今場外に連れて行かれて、そして椅子を掴んで鈴木みのるが叩きつけた、強烈な音が響きました。いやー、これはもうちょっと無法地帯になってきた、完全に無法地帯。まだ打っていく、3連発、椅子が壊れた、5発ほど連打していきました。ここで、あーっと、なんか止めに入ろうとしましたが、そうですね、椅子が壊れました。ようやくレフェリーはエルデスペラードのその腕を引き離しましたが、鈴木みのるやり放題。あーっと、カメラマンにつかみかかっていきます。高山完全にブロッキー、高山は聞いてますよね、そうですね、視線がさまよっています。その目は宙をさまよっている高山義弘。いやー、佐久間さん、かつて IWGP タッグを共に取ったとはもう思えない、はい、まさに高山の言う通り別人の鈴木みのるですね。そうですね、このね、やっぱ鈴木軍の戦い方ね、後半あー流血している高山は流血しています。先ほどのゴングを頭に打ちつけられた瞬間か、あるいは椅子攻撃が効いたか、高山は額が割れている。あー、また椅子きますよ。そこでさらに椅子攻撃を見舞うのか。ここはレフェリー西田が止めに入りますが、それを引き払って顔面にキック、またもあの 7.1 調印式の調印書が赤く染まった日のように高山の額は赤く染まっている。いや、佐久間さん、高山は、はい、あの
程度のヒールなやり方では俺は倒せないと言いましたが、はい、あるいは鈴木みのるに火をつけたかもしれませんね。いやそうですね、あのね、この鈴木軍の戦いぶりはセコンドが、ね、入ってくるというのをタイトルマッチの時によく言われるんですけど、普段から、ね、同じことをやってるんですよね、はい、普段着通りの戦い方をしているというのが一つこう、ね、好意的に解釈すると、強さの秘密なんですよね。あ、なるほど。鉄柵の中に入った瞬間からこうセコンドも戦っている状態ができていると。ノアの若手も、ね、こういうタイトルマッチの時にはこう助っ人に入るんですけど、やっぱ普段からやってるわけではないの で、そうですね、やっぱどうしても後手に回ってしまうんですよね。このあたりがね、こう今までこうタイトルマッチで苦戦している要因の一つなのでね、ちょっと高山もこれ、ね、後手に回ってしまいましたけど、まあ、高山ですからこうなんとかね盛り返してもらいたいところですけどね、はい。まあ、ルールの外のことで決して褒められたことではありませんが、はい、乱入する助っ人として助立ちをする、はい、もう鈴木君はいつも通り、そうですね、もう普段からと同じ戦い方をしている、普段もうそういう、もうまあよく言えば意気込みですよね、はい、いう形で臨んでいると。なのでね、こうそれに負けない姿勢を見せていかなければいけないですよね、ノアサイドは。まあ、熊野や平柳もセコンドにいて、今エルデスペラドナとやり合ってはいましたが、はい、まあ、普段やっていないことをやっていると。そうですね、いうことが一つ言えるかもしれません。なのでね、こうやっぱりこう助っ人に入っていくタイミングなんかもね、鈴木軍の方が慣れてるんですよね。このレフェリーのグラインドをつくのもそうです、効果的に入っていくというのがね、はい、できているので、ちょっとそのあたりがね、こう1対1ではあるんですけども、サポート力によって差が出てるところがありますよね、はい、完全に高山は動きを止めました。踏みつけ式高山を思わせるカバーはカウントマンで、ロープに足をかけた高山シーロです。あのあーリストバンドを取りました。三沢さんの思いをつけて上がったそのリストバンドを外して踏みつけた、投げた、客席に投げ捨てました。あの右の手首に三沢さんの魂を宿していました高山シーロですが、そんなのは関係ないとばかりに踏みつけ投げました鈴木みのるです。どこまで三沢さんを侮辱していくんでしょうか。ノア旗揚げ15周年、10年前にはちょうど10年前の今日7月18日には隣の東京ドームディスティニー戦っていましたノア。この鈴木みのるは丸藤と組んで秋山橋の挑戦を G1 タッグチャンピオンとして受け退けていました。あの時の鈴木みのるはもういません。この鈴木も佐久間さん、はい、ノアの歴史を彩った一人ではあるんですけども、そうですよ、ね、15年目の今年はうわものすごいヘッドバット、黒い歴史、血塗りの歴史をノアのこの歴史に刻んでいます。そして顔面にドロップキックを打ってきました。静まり返るファンもいます後楽園ホールです。ちょっとこれやっぱ相当ダメージ大きいですね、旗揚げ15周年も来月迎えるのはですが、ベルトは誰が持っているのか、どんな試合が展開されるのか、引きに立ち上がった高山義弘ですが、ここまでは苦しい試合展開が続いています。ここでまたレフェリーを引き離されて、ハイチとエルデスペラードが額をかきむしる、顔面をかきむしる、傷口に塩を塗っています。金髪が赤く染まりました。レフェリーもダメージを負っています。もはや試合という流れではなくなってきました。ただどちらが立っていられるのか、それもまた強さを表す一つの指標ですね佐久間さん。そうですね、ここは踏ん張りどころなんですよ ね、 すね、やっぱり、まあ、高山は、ね、本当に生田の白髪くぐってきてますから ね、 そうですね、これまだまだね、なんとかチャンスありますからね。生田の苦しい戦いを乗り越えてきました。そして何よりこの人は大病を克服しています佐久間さん、はい、この高山が脳梗塞で倒れた時、くしくもこの2人で、はい、IWGP タッグのベルトを持ってたんですよね。そうです ね、 ね、 このね、高山シングルマッチなかなか復帰できなかった後に対戦したのも鈴木みのるなんですよね。そうでした、鈴木みのる自主工業で、ね、対戦したシングル戦線に戻って後に三冠王者という、ね、流れがあって、まあ、高山にとって本当に鈴木ある意味恩人のようなところもあるんですけど、そうですね、ここに関して言えば、ね、もう本当に戦いですからね、2004年8月8日脳梗塞で倒れた高山、ただ本人に今日聞きましても、まあ、サラリーマンの人が、あ、今日仕事に行かなければという感覚でもうリハビリをして試合をしなければと思ったそうです、うん、そして意外なことに
その時全日本で暴れていた鈴木の姿を見て、はい、俺もまたああなるんだと刺激を受けてということを言っていました。やっぱりねそういうのありますか。この戦いもね、やっぱりこうエネルギーどんどん変えていかなければいけないですよね。苦しい状況、そうですね。ここはスリーパーで苦しい高山、しかし10センチ20センチとロープに足を近づけています。真っ赤に髪が染まった高山義弘が今なんとかロープを手繰る。三沢さんのリストバンドは投げ飛ばされましたが、しかしその胸は緑に染めて、旗揚げ15周年の今年非常に苦しくなった。ここで同時め式に移行した。同時め式に移行した。これは苦しいですね。非常に苦しくなった。体を回転させてね、やっぱロープ行きたいですよね。あー目を閉じている高山は、目を閉じている。力を込めるが、ね、足のフックはまだ甘いんで、しかし逃げれるチャンスはありますよね。タップはしない、タップはしない。右足30センチロープ、太一がロープを引き離そうとしているが、ここでロープに足が届きました。なんとかロープ、しかし反則カウントが数えられても離さない。ようやく離しました鈴木みのりです。いやちょっと高山の表情は壮絶になってきましたね。相当苦しいですよ。壮絶な表情の高山、あーしかし膝を返した。ここで蘇生した、ここで蘇生した。帝王のニーニフトが帰ってきた。中山やっぱ馬力はありますから、一発で流れ変えられますからね。王様の膝が帰ってきた。さあ高山反撃に行けるか。自身7度目の GHC 取れば13年ぶりの GHC ヘビー級チャンピオン、ジャンピングにダブルアームスラブレックス。結構危険な角度で落ちましたね。頭から叩き潰した。しかしカウントは2つ。さあ一気に決めていくか。エルボーの打ち合い、あー三沢さんの思いも込めたような。そしてロープを使ってのフロントスープレックス、貫抜きスープレックスを見せて連発。軽く投げ飛ばしていきました。ロープ2つです。消耗してるんでね、高山なるべくも早い勝負したいですよね。そうですね。初代 GHC 王座決定トーナメント、その初戦を戦った高山、今日はそこから数えて111戦目。いい決まり具合ですね。これはがっつり入ってるか。スリーパー、非常に苦しそうな鈴木みのる。スリーパーに膝から崩れている鈴木みのる。場内を落とせコール。高山身長があるんで、これスタンディングの状態でもいいですね。なるほど、上から押し潰すような高山のスリーパーホールド。今こう視界隠してるんですよね、鈴木のロープが見えないようにしてますよね。覆ってスリーパーで、そしてしかも同時め式で、さあ鈴木みのるのお株を奪う高山のスリーバーホールド。鈴木の動きが止まった、鈴木の動きが止まった。ちょっと表情は見えないですけど、気にしてそうですよね。ちょっと手の力は落ちてきているか、鈴木みのる。あの1月の乱入以来、突き放題されてきました。まだ大丈夫ですね。3月に丸藤が陥落してから二位を伸ばされてきました。それをノアの一員として、その悔しい思いを晴らすか高山。今日1日はノアの一員ですねと聞きますと、いや、あの3月28日からもう俺はノアの一員なんだ、そう話した高山。あーしかし鈴木もなんとか粘っている。あ、高山がもう一度ここで起き上がる。まだまだ続ける、まだまだ続ける。スリーパーの体勢から何を見せるか。これでいいですよ、立ちでいいと思うんですよね。あーしかし鈴木は蘇生した。あー巻き込んでいくが離さない、離しません。これが高山の執念、緑の執念、あのベルトをかけて最初の GHC 戦を戦った執念。鈴木もね、こう指掴んでね、外しに行ってますよね。ここも鈴木はなりふり構わず、なんとか離そうとした。体勢変えるか、体勢変えるか、抜けるか抜けるか。しかし高山も対応している、高山も対応している。さあ鈴木はなんとかロープに足が届くか。ここでロープブレイクですが、佐久間さん、はい、2分近く締められています。これは鈴木かなり消耗したと思うんですよね。そうでしょうね。鈴木苦しい、唾を吐き出した。鈴木は苦しい、もう息が上がってきている状態ですからね、こう呼吸的な苦しさもあったでしょうね。さあ高山は一気に決めに行けるか。ここでバックドロップ
ップを狙う、エルボ持っていく、ロープに振るか、あ鈴木はここで鈴木だ、ヘッドバット、エルバットで打つ、ここでまた重たい音が、頭蓋骨と頭蓋骨がぶつかる、男と男は削り合う音がした、気持ちまずでも削っていくかのようなヘッドバット、あ高山の腰が落ちた、いやもう気づくじゃない、ピンポイントに狙ってパンチしてましたよね、そうですね、体力のみならず気力も奪うかのような鈴木の攻撃、キックを打つ、カモンカモン、あカウントワンだ、KO に意地がある、ニーリフト、こうやってやるんだ、 KO のサッカーボールキック、いや気持ちいい、お互い引かないですよ、負けてないですね、意地の張り合いですね、さあ俺様王様鈴木みなるか、 KO 高山義弘か、思いエルボー返していく、佐久さん見てますと少し背中も丸まって、高山かなり長そうなんですよ、やっぱりかなり消耗していると思いますね、なんとかこう早くねこう決め技の流れに持っていきたいですよね、気力でいけるか、あーものすごいエルボー、三沢と打ち合って一歩も引かなかった、あの14年前の有明コロシアムがよみがえる、あとちょっと左手をついた、20分経過した、もう両ベテランにはかなり苦しい時間帯に入っているでしょうが、しかし一歩も引かなかった、張り返す、ものすごい音だ、膝が崩れる鈴木に乗る、いやこれは鈴木も効いてるはずですよね、あ高山も来た、高山も来た、高山がちょっとここで足の力が入らなくなった、しかし返していく、おお両者ロッキー、気持ちだけ、気持ちの勝負、いつの張り合い、帝王の膝をかわした、王様の張り手、ここもかわす、見えていた鈴木がアッパー気味に打ってるんですよね、冷静なのは鈴木、顔狙ってますよね、冷静なのは鈴木、余力があるのは鈴木、しかし崩れない、ああここでスリーパー、ここから坂落としに狙ってきますから、高山早く動きたいですね、125キロを投げ切るか、いや坂落としにはいかない、そしてあーっと決めに行く、あー返した、帝王の意地、ノアの意地、明らかに佐久間さん、はい、表情を見ると苦しいのは高山なんですよ、高山の方が苦しいですよね、恩人の魂を右手に宿しています、そのエルボー効かない、15周年、かつては自分も所属したこの緑のマット、ロープに飛ぶ、あしかし鈴木が返した、あっともつれた、足で膝、カウンターですね、カウンターで膝、顔面を捉えた、もう足はもつれている、いやもうとっさに振り向いてのカウンターでしたからね、決してね綺麗な形ではなかったですけど、膝を返しました、佐久間さん、はい、高山がある日ボソッと言ったことがあります、足元がもたついている時があるだろうけれども、あーここあとエルデスペラードが足を取りに行った、しかし冷静に返した高山、さあ連続でいけるか、ビッグブーツ、そしてあー対決を行く、2人を蹴り倒しました、さあ2人の勝負、真の王様を決める勝負、ニーパッドを外した、鈴木を指さしてニーリフト、正面からいった、あんな3つ入っていません、3つ入っていない、まあ行きたいですねこれは、鈴木が返した、カウンターの膝をもらって脳は揺れているはずだが、鈴木も返した、さあ高山何で決めるか、ジャーマンに行きたいですね、鈴木みのるフロッキー、これで終わりだと、ギロチン、ギロチン、さ
鈴木を後ろから捉える、満を持してプロレス界に君臨してきたこの人を帝王たらしめたエベレストだ。これ反則負けですよね。なんということだ。レフェリーはどうしている。レフェリーはいないのか。ああそして中島が来た。もうヨネが来た。中島とヨネが来た。ノア対鈴木軍になった。ノア対鈴木軍になった。しかしエルディスペラードが高山に行く。エルディスペラードが高山に行く。ああしかしそれをエルボーで投げ倒した。ああまた当たりました。ランスアーチャーとデイビーボーイスミスジニアが来た。デイビーボイスミスジアハイキック。レフェリーは佐久間さん、レフェリーは何をしてるんでしょうね。これはサブレフェリーも出てこなきゃダメですね。これは完全な反則ですから。あとは GHC のタイトル管理に関わる人間も佐久間さん、そうですね。あしかし高山は倒れない。ランスアーチャーのラリアットを受けても倒れない。プロレスリングノアの意地です。ノア所属ではなくなった男がノアを一身に背負っています。三沢さんを背負っています。これは旗揚げ15周年記念大会、ノアに所属した俺が倒れるわけにはいかない。ああイーズカも来た。これは反則負けですね完全に。椅子が変形した。これもうゴング鳴らしていいレベルですね。ノアが揺れた。反則負けにならないのか。これが反則負けにならないのか。これが反則でなくて何が反則なのか。これはいくらなんでもダメですね。鈴木はしっかりとしていた。あしかしこれも反則攻撃。しかし高山は蘇生した。なお流血、さらに流血、さらなる流血。顔は真っ赤に染まっているが、そのパンチで前のめりに倒れた。ちょっとこれはダメですね。スリーパーに入る。レフェリーは飯塚が今無理やりリング上に上げた。高山の顔の赤さに場内は静まり返っています。しかし倒れない。高山は倒れない。ゴッチ式のパイルドライバーを鈴木は打ちますが、血の塊がマットを赤く染めましたが、高山はその体で相手の攻撃を全て受け止めました。プロレスリングのはこれ物を投げちゃダメですね。物を投げるのもダメですね。ファンが物を投げ込んでいます。ファンがペットボトルを投げ込んでいる。これはダメだ。試合に負けました。しかしノアの意地を見つけました。血に染まる。あの物を投げるのもダメですね。これは試合もダメですけど、これはダメですね。高山は倒れました。試合に負けました。しかしノアを背負ったその気持ちはくじけませんでした。その高山の戦いぶりはファンが見ていました。このプロレスの世界には王様は二人いられんだよ。おい、おい、勝ったのは誰だ。この俺、鈴木みのるだろ。おい、おい、分かってんだろうな、おい、俺が来たの、おい。
おい、俺のこと忘れてねえよな。おいおい、俺がこいつからベルト取り戻すからな。おい、行くぞ次。おい、分かったな。おい、やっと来やがったか。プロレスリングのは強さの象徴、杉浦隆史。俺はな、お前が来るのずーっと待ってたんだ。ああ、いやいや、俺がノアに来た本当の理由、それはな、てめえをぶちのめすためだ。お前忘れてねえよな、あの時な。ああ、てめえが俺に勝って俺はここを去った。お前はお前の意見が正しいとされた。俺はてめえなんかこれっぽっちも許しちゃいねえんだよ。てめえの首取りにこのノアまで来たんだ。やるか。おい、王様ゲーム最終回、最初の決着戦、鈴木みのる対杉浦隆史決定だ。試合でないような形で決着し、はい、とんでもない雰囲気で大会が終わることになりました。そうですね、ちょっとね、さすがにあまりにも、まあ、これ管理側の問題にもなりますけど、せっかくね、こう高山鈴木ならいい試合ができるという期待が大きかっただけでね、まあ、完全に鈴木が高山に勝ったというより鈴木軍が高山に勝ったという試合になってしまいましたから、これは残念ですよね。はい、あ、まだ状態、いや、もう太一は早く帰った方がいいですね。これちょっとやっぱ空気読まないと良くないですね。はい、ただ佐久間さん、はい、おびただしい出血をしながら高山は相手が何人であろうと最後まで立ち続けましたね。はい、そうですね、まあ、高山のファイティングスピリットはね、素晴らしかったですね。あ、太一がマイク持っています。いや、ちょっとこれもう火に油注ぐだけで空気がまずいんでやめた方がいいですね。はい、いずれにしましても結果的に鈴木みのる3度目の防衛に成功ということになりました。はい、流れからしますと杉浦挑戦ということになりそうです。うん、